ゴースト・オブ・ガール・フレンズ・パストは2009年のアメリカ合衆国のロマンティックコメディ。監督はマーク・ウォーターズ。出演はマシューマー・コノヒーとジェニファー・ガーナーなど。イギリスの文豪チャールズ・ディケンズの中編小説、クリスマス・キャロルを本案した作品である。日本劇場未公開だが、日本では DVD が2009年11月18日に発売された。なお、 ワウワウで放送された、サイのタイトルは、ゴーストたちの恋愛指南。人気カメラマイのコナー・ミードは、蝶がつく、プレイボーイで、確かに女には、モテるが、誠実さの欠片もない男である。ある日、コナーは、唯一の肉親である弟ポールの結婚式の、リハーサルで幼馴染みで、初恋の相手であるジェニーに再会し、ときめきを覚える。そんな、コナーの前に、 コナーの親代わりであり、色恋の師匠でもあった亡き叔父ウェインが亡霊として現れる。今のような生活をやめるように悟すウェインは、これから三人の女の霊がコナーの前に現れると告げ、姿を消す。三人の女の霊たちに、過去と現在、そして未来に誘われたコナーは、改めて自分自身を見つめ直すことになる。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、 クリスマスキャロルの焼き直しで、バッドチューニングでの役を焼き直しているマシューマコの日が、出演している、ゴースト・オブ・ガール・フレンズ・パストには、オリジナリティも、ユーモアも、そして上辺だけの魅力すらもない。であり、144件の評論の内高評価は28%に、当たる40件で、平均点は10点満点中4.30点となっている。メトクリティックによれば、 29件の評論のうち、高評価は7件、賛否混在は11件、低評価は11件で、平均点は100点満点中34点となっている。ありがとうございます。